皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい、本日はコルボさんの二つ割り財布を紹介させていただきます。はい。はい、こちらは大きさ的には長財布と二つ折り財布の中間のようなサイズ感なんですけれども、一般的な二つ折りのお財布をちょっと今持ってきました。これが本当に普通のオーソドックスなサイズ感なんですけれども、うん、こんな感じですね。ちょっと長いですね。うん、はい、こんな感じです、うんうんうん。長財布よりは短いサイズですね。はい、そうですそうです。ミドルウォレットっていうのに近い大きさかなと思います。はい、で今お持ちしたのがこちらがブラックと、はい、一応こちらがですねちょっとブラウンに見えるんですけれども、うん、カラメはカーキというお色味になります、はい、で計4色展開でご用意しております、はいはい、では中も見ていきましょう、はいはい、こちらは結構シンプルな作りになってまして刻印がこの側面についております、うんうん、ウォレットコードなどを取り付けられる D 缶が一つだけついております、うんうん、でこちらのポケットは IC カードなどを入れていただくと、うん、こうピッとしてスムーズに改札を通っていただけます。今日今ですね免許証のような固めのカードで、うん、あのイコカと同じようなサイズ感のカードをご用意したんですけれども、はい、こんな感じでしっかり中まで入るので、はい、こう出てくる心配もないですし、うん、出し入れが多いカードはあまり向かないかなとは思うんですけれども、うん、入れといてこうピッとかざすタイプのカードであれば、うん、こういうポケットすごくあって便利かなと思います、うん、こちらがですね、はい、こっち側のボタンとこっち側のボタンとありまして、はい、まずこっち側なんですけど、はい、開いていただくともうカード段がずらっと並んでおります、はい、計10枚入れていただけます。分厚めのカードを今入れてみるとこのような感じでやっぱカードの厚みは出るので、うん、このような感じですね、うんうんはい、カードが多い方にはすごい嬉しいポケット数かなと思います、うん、でこういったサブポケットもありますので、うん、診察券などの薄めのカードやポイントカードを入れていただくのもすごいおすすめです、うんうんはい、こっち側のダブルホックのついたポケットはここにまずサブポケットは2つついております、うんはい、そしてこっち側を開けると、なんとここは大きなコインポケットになります。はい、ボックス型でかなりこう口も広く開きますので、いただいたお釣りをザラッとこう入れる時にも手がこう入りやすくてかなりこう見やすいので取り出しもスムーズです。で、お札の方はその後ろにございまして仕切りがあるのでレシートとお札をこう分けて管理ができます。こちらにお札を入れてみました。千円札が10枚と1万円札も入っているんですけれども、うん、余裕があるサイズ感になってます、うん、で、こっちの外側のポケットと内側のポケット、うん、実は違いがありまして、うん、外側のポケットはこの高さがですねちょっとあの浅めになってます。なるほど、はい、なのでお札がこう途中で止まってくれるので、うんうんそうなんですよ。すごい取り出しがしやすいんです、うん、奥まで入らないので、うん、ちなみにこっち側に入れちゃうと、はい、こうですね結構深いのでこんな感じなんですよね、うんはい、なので手前の方がこうレシートの一時保管だったりとか、うん、ギフト券とかを入れていただくのにおすすめです、うん、でカード決済をした後にこうレシートとかカードの控えをもらうと思うんですけど、うん、カードポケットを開けた時もこっちのレシートポケットにちゃんとつながるので、うん、ここにサクッと入れてスムーズにお会計もできます、うん、現金の時はこっちを開いてっていう感じで、うん、結構あの使い勝手はいいのかなと思います、うん、割とコンパクトだけど、はい、すごいたっぷり入る、はい、たっぷり入るんですよなと思います、ね、はいそうですそうです、うん、でこの最初にご紹介したウォレットコードを取り付けられる金具もついてますので、うん、今までこう長財布にねこういうのを取り付けていて、うんズボンの後ろのポケットに入れていたっていう方もやっぱ長財布だとポケットから少しだけ出ちゃうのでこのぐらいミドルウォレットだとちょっとこう出るか出ないかぐらいに収まると思うのであのちょっと気になってたんだっていう方にはすごいおすすめのお財布かなと思います。湯側なんですけどちょっと最初白みがかってます。はい、ワックスとあとオイルがふんだんに含まれてるので使っていくと
どん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 濃くなっていい味が出てきます。はい、ということで今回はコルボの2つ折り財布を紹介させていただきました。こちらの商品ページの方は概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひ確認してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。